東徹君日本維の会の東徹でございます、えー、今日からあの良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する、まあ、法律案ということでありますが、あのまあ、医師の働き方改革というのが、まあ、メインだということでありますけれども、ちょっとその質疑に入る前にですね、先に。えー まあ、緊急事態宣言、えー、新型コロナウイルスのことについてです、ねえー、質疑をさせていただきたいと思います。あのーまあ、大阪府の状況が非常に厳しいということは、まあ、皆さんもよくご存知だと思います、あのー。大阪の20日の時点で,です、ね、重症患者用の病床運用率が99.2%ということなんですね。 でえー、実はです、ね、これとは別に、60人の重症患者が、まあ、軽症、中等症の患者用の病床で治療を受けているということで、もう重症患者用の病床がです、ね、もう溢れているという状況なんですね。でまあ、これに伴って、まあ、軽症、中症等の患者用の病床運用率も79.9%、もうまあ80%という状況であります。でえー 連日、最多更新ということで、昨日、大阪が1242人、兵庫が563人、京都が128人、東京が843人という状況でありますが、非常に深刻なのは、大阪市の消防局のでもでも、新型コロナの患者を搬送する際に、現場到着から病院に向けて出発するまでに1時間以上かかったケースというのは、先週で270件もあったということなんです。 まあそれだけなかなかですねあのもう病院に送りたいけれども、なかなか送れないという状況が続いているということです。先週から緊急事態宣言をもう出さなきゃいけないというふうなことが、大阪府の知事もですねまあ言っておりました。菅総理がおそらくアメリカからですね帰ってきたら、すぐに緊急事態宣言が出されるのかなというふうに思っておりました。 があのこれ、大阪府が要請を正式に決定したのが20日の火曜日なんですね。でも、き今日になってもです、ね、まだこの緊急事態宣言が発出されないという状況なわけです。これ、なぜです、ね、これ、大阪府が要請しているのに、今日になってもこの緊急事態宣言が発出されないのか、まずお聞きしたいと思います。 内内閣閣官官房梶尾内閣審議官、はい、あの大阪府の状況につきましてはあの、4月20日の厚労省のアドバイザリーボードでも、あの繁華街の夜間滞留人口の減少傾向が見られあの、新規陽性者数につきましても、増加率は低下しているものの,あの、増加が続いていると、医療提供体制や公衆衛生体制が大変厳しい状況になっているなどと分析されておりまして、あの連休を控える中で、感染を減らすには、飲食の場面に対する対策というのを徹底とともに、 変異株の感染者が増加する中で人の流れを抑制するなど対策を強化していく必要があると考えておりますけれどもこうした中で今ご指摘のありましたとおり明日の日に大阪府から政府に対しまして大阪府を対象区域とする緊急事態宣言を発出するということについての検討をする要請を出たいただいたところですあの現在取り組んでおります飲食店に対する20時までの営業時間短縮要請に加えまして具体的に何を強化すべきかあの大阪府と緊密に連携しつつ 感染状況、あるいは病床の状況、またあの昨年の春、あるいは今年の1月、3月の緊急事態宣言時の経験、あるいは変異株の感染力の強さなどを勘案して、まあ、え対策の強化について、詳細な集め、これを専門家の意見も聞きながら、集めているところでございまして、迅速に対応していきたいというふうに考えてございます安妻君いや、それはちょっとですね、陽性があったらすぐに対応していくという、まあ、その状況がね、まだ、その、 病床が余裕があるとかですね、そういう状況だったらあ分かるんですよ、でも病床がもう本当に余裕のない中で、もう溢れてる状況で、でえーまあ、自宅で亡くなられる方もですね、まあ、結構多い状況がこれ、続いてるわけですね、まあ、その中で、やはりですね、まあ、そのまん延防止のまあ状況を見ながらとかですね、まあ、そういう状況では今、ないというふうに思いますが、その認識はありますか。うん マジオ内閣審議官。あの大阪府ともあのよく連携、厳密に連絡を取り合いながら具体的にどういったあの業種にどういった要請をしていくのか、そういったことも含めて今あの専門家との意見も聞きながら検討しているというところでございます。まずマトウル君。よ要数にい、まあどういうところに要請をかけるか、まあそこでいろいろ時間がかかっているという認識ですか。マジオ内閣審議官。のいかにその。 大型連休というのが近づいてくる中であの、どのようにして感染を抑えていくのか,かということにつきましての、あのより集中的な強い対策、どのようなものにしていくのかについて、あのあの検討しているという、検討調整しております、まあ、迅速に対応していきたいというふうに思っております東徹君。でもやっぱり、それにしてもやっぱり時間かかりすぎですよね、火曜日に要請して、まあ、金曜日ということですから。 まあ、おそらく明日にはです、ねまあ、緊急事態宣言の発令になると思うんですけれども、まあ、非常にやっぱり時間かかりすぎだということをです、ねえー、言わせていただきたいと思います。であの大阪のまん延防止重点措置で、まあ、飲食店に午後8時までの時間短縮をです、ねまあ、要請しておって、まあ、夜の繁華街のです、ね、人出なんですけれども、梅田ではこう2割ぐらい減ってきてるんですね。でえー、感染の拡大は 歯止めがかからないという状況です。で、同じ日に蔓延防止と重点措置の実施されたあの宮城県の場合を見ますと、宮城県の方はこれ感染が収束する方向に来ているわけですね。で、これはあの感染の広がる大阪や兵庫と宮城の違い、これはどのようにですね分析しているのかお伺いしたいと思います。商売士健康局長、お答えします。あのアドバイザリーボードあの4月の20日に開かれたアドバイザリーボードの結果 ですけれどあの今の大阪の状況は先ほど、過剰審議官が答弁申し上げたとおりですが、あの加えまして、あの関西圏では変異株、まあ、特に N501Y ですね、へ、え、のー、置き換わりが進み、えー、感染拡大が継続していると、大阪、兵庫だけでなく、周辺自治体でも感染者数の増加が継続し、変異株による感染者数の急速な増加に注意が必要であると,というような評価、分析がなされています。 一方、宮城県ですけれど、あの直近の感染状況について、同じアドバイザリーボードの中で、3月末以降、新規感染者数は減少に転じ、全世代で減少している、20時以降の夜間人流の低下に伴い、新規感染者数が減少してきたが、20時までの人流は増加傾向にあり、今後の動向には注意が必要と、そういった分析評価がなされています。で宮城県において、新規感染者数が減少傾向にあるのは、 4月の5日のまん延防止等重点措置発令以前の3月中旬から人流が低下していた影響もあるのではないかと考えられますが、まあ、さらにあの、まあ、確定的なことはなかなか言えませんけれどこの大阪、兵庫との違いとして変異株特に N501Y、ね、その影響もその一つと考えられるのではないかと。 いずれにしても、引き続き地域の感染状況については、アドバイザリーボード等も活用しながら分析、評価を行ってまいりたいと考えております東徹君、まあ。変異株の n の 501Y がというふうなことでありますが、まあ、確かに今までとは全然違うなと、でこれまではあの、まあ、小学校の子どもさんはです、ね、発症しなかったんですけれども、まあ、今回はです、ね、発症しているとか、まあ、本当にあの今までとはちょっと違う状況にあるというふうに思います。 であの緊急事態宣言が出されると、休業要請がこれ、できるようになりますけれども、これ、対象として今、検討されているのが飲食店、百貨店、テーマパーク、感染の可能性の高い場所や、人の流れを生んでしまう場所ということでありますけれども、そういった意味で、これ、パチンコ店とか映画館など、人が集まる場所もあ他にもありますけれども、そういった施設にも休業要請を出すというふうなことを考えているのか、お伺いしたいと思います。内閣審議官 現在、各知事からの要請も踏まえまして、具体的な方策を検討している段階でございますので、あの現時点において、余談を持ったお答えは差し控えたいと思いますけれども、例えばの大阪府の吉村知事からはあの、あの緊急事態宣言を発出した場合の措置として、飲食店についてはあの、あの休業要請と、あと酒類提供の自粛を組み合わせた3パターンをあの言及されております。またあの その際合わせて大規模な商業施設、あるいは遊興施設といった飲食店以外の施設への休業要請というのも,も検討しているというふうに言及されていると、もちろん承知してございます、まあ、その上であの、変異株の感染者が増加する中で、その大型連休という機会を捉えて、感染を減らしていくということのために、まあ、どのような強い集中的な対策を取っていくのか、具体的にどういった業種にどういった要請を行っていくのかにつきまして、あの専門家の意見も聞きながら、あの対策の在り方について検討を急いでいるところでございます。 東君尾身、まあ、会長も言ってましたけれどもお、まあ、最初の緊急事態宣言よりもお、まあ、厳しいものを出さなきゃいけないというふうなことも、まあ、発言をされておりました、まあ、あの今回の状況を見てたらです、ねまあ、確かにそういったところがあるというふうに思いますので、まあ、ぜひ早くです、ねえー、その辺について、えー、検討していただきたいと思います。えー、続きましてあの、コロナの病床の確保についてお伺いしたいと思います。 あの今国会で感染症法の改正を行って、厚生労働大臣および知事による医療機関に対する勧告と医療機関名の公表の仕組みがですねこれ新たにこれ、作られました。先月4月15日は、奈良県が全国で初めて県内の全75病院に対して感染症法に基づく要請を行って、民間病院も含む14病院、33床が要請に応じてくれたという報道がありました。 大阪でもこれ、府内の医療機関に要請を行っており、今後、要請を受けた病院が正当な理由なく、要請に応じなければ、勧告と病院名の公表をすることが、これ、できるようになるわけであります。病床の逼迫はこれ、非常に厳しくてですね、大阪では本来、入院できるような症状のコロナの患者が入院できない、また、重症者用のベッドも足らない、重症者を中等症の病床で対応している。 えー、という状況でありますあの感染症法上、これ、大臣にもです、ね、医療機関に対するこれ、勧告ができる、まあ、権限が、えー、ありますが、大臣はこれ、コロナ対応病床を確保のために、医療機関に対して勧告をする考えがあるのかどうか、お伺いしたいと思います。田村厚生労働大臣 あの感染症法16条の2ということでありますが、まあ、緊急の必要がある場合はということで,です、ね、これに関してはです、ね、陽、ま、性、あ、勧告、従わない場合といいますか、せ度理由が言わない場合には、公表というような形になっておりますで、これはあの、まあ、都道府県知事、それからまあ厚労大臣という形でありますので、あのまあ、まずはです、ね、これはやはり地,地域を無視してと言いますか、それ飛び越えてというわけにはいきませんから、あのよく、まあ、府県と、 まあいろいろとです、ね、都道府県と連絡取り合いながらですねやらせていただきたいというふうに思っております。いずれにいたしましてもまあ初めはこれはやはりま要請といいますか協力を要請するというところからのスタートでございますのでその上でですねまあ、都道府県といろいろと連携を取りながらですねどのような対応をしていくということは考えてまいりたいというふうに思っております。松本隆君。 これはの、まあ、当然あの、都道府県を飛び越えていということはないというのはよく分かっています、それはもうみんな分かっている話でございまして、都道府県知事もまあ要請を行っている、まあ、しかし、なかなかそれにです、ねまあ、応じてもらえないで、非常に危機的な状況になった、まあ、そういったときには、えー、厚生労働大臣として勧告をです,、ね、するということが、おつもりがあるのかどうか、そういった場合にはです、ね、緊急的な場合には、まあ、そこをお聞きしているんですけど。 田村厚生労働大臣あのいずれにしても、今もいろんな形でお願いをさせていただいております、あのまあ、厚生労働省がいろいろとお願いするところは、お願いいたしておりますし、あくまでこれですね、要請して、そしてまあそれに正当な理由がなく、要は勧告して、それでもせどれ理由がなくという場合には公表という話でありますが、確保できなければ意味がないので。 あのこれはこの権限を発動したときにです、ね、ちゃんと確保できるということが前提になっておりますから、そこはあ、まあ、府の場合は府ですね、府とよく我々としては連携をさせていただきながら対応するということであります東徹君あの。府と連携も当然だと思いますので、<laughs> それでもなかなか確保できないときには、大臣がやっぱ勧告するという、そのつもりはあるんですかと、もうその全部前提の上でなんですけども。 田村厚生労働大臣法律はそうなっておりますが、要は確保できなければ、いくらこれ言ったって確保できなければ意味がない話なので。あの 無理に言っても確保できないところにお願いしても、これはしがない話でありまして、それぞれの医療機関には医療機関の事情がありますから、そういうものを勘案しながら、今、要請をしていくということでございます、今、協力要請、いろいろとしておりますので、そういうものを見ながら、しっかり対応してまいりたいということでありますので、いずれにいたしましても、府とは連携してまいりますので、その点は私がここであれをする、これをすると、仮定で言うこと自体が、またいろんな方 形でご迷惑をかけることになりますので、あくまでもですね、マ、えー、まあ、ふといろいろと連携しながら対応してまいりたいというふうに考えております東徹君、まああのう。法律とですね、まあ、法律上はなってだから法律上なってるんですから、まあ、大臣がやっぱり、いざというときにはやっぱりしますよと、まあ、い,ういうことをですね、まあ、ぜひ確認をさせていただきたかったなというふうに思ってるわけです。 で実際にはなかなかです、ねまあ、確保できなかったという、それはまあ大臣の、まあ、おっしゃるとおりですけども、やはりやっぱり確保できるにもかかわらず、やっぱりやれないという場合もやっぱりあるわけだと思いますので、そういったときにはやっぱりやるんだということをです、ね、まあ、ぜひ言っていただけた方だなと思いますね、なんかあの冷たいようなです、ねえー、ご答弁だなというふうに思いました。 であの続いてです、ねあの、新型インフルエンザ等対策特別措置法ではあの、31条で都道府県知事が医師等に対して、コロナ患者に医療を行うよう要請や指示ができるという、まあ、非常に強い権限を知事にも与える規定がありますけれども、この規定はあの厚労省のガイドラインで、都道府県知事による通常の協力依頼頼ではです、ね、医療の確保ができないような場合に、まあ、検討することとされております。で実際にベッドがあっても 医師や看護師が足りないために、病床として機能せず、コロナ患者の受け入れ数を抑えざるを得ない状況では全国で起こっており、コロナ患者への対応のために医療従事者を確保することは喫緊の課題であります。感染症法の要請と勧告を行っても、医師等が確保できない場合は、この特措法31条の要請や指示ができると解釈できるのかどうか、この点についての確認をさせていただきたいと思います。田村厚生労働大臣 これもう何度もいいと議論をしておりますし、私だけじゃないんだと思いますけれども、あのまあ、特措法第31条でありますが、病原性が非常に高い場合、そして極めて緊急性の高い状況が想定されております。で病原性が非常に高いという意味からいたしますと、なかなかコロナというのはです、ね、あの非常に病原性が高いかというと、なかなかそう言いづらいところもあります。あの基本的にはエボラでありますとか、ああいうものを想定をしております、ああ。まあ 量下高い新型インフルエンザ。 まあこういうものなんだろうというふうに私は思っておりますが、ね、これ、特措法でありますから、基本的には新型インフルエンザだと思いますけれどもあのそう、そういうような病原性を想定をしておるということでございますから、なかなかこのコロナ、まあ、コロナもこれがどうなるか分かりませんので、一概には物が言えませんけれども、今現状です、ね、この特措法31条を使えるかどうかというとです、ねえー、なかなか難しいのではないかというような、わ、ま、れ、あ、我々は感じを持っております。松本君 まあ非常に今回のコロナの状況を見ていると、やっぱり、毒性が強くなってきたなという感覚があります。あの本当、お元気だった方がですね、まあ、突然亡くなられたというようなことが起こっておりますので、やっぱりそういう状況もあるということをです、ねまあ、ぜひご認識いただきたいと思います。でえー、ついいいいてて、まあ、今回のの法案の方に入らせたただきたいと思いますけども あの勤務医の長時間労働というものが、これ、問題となってきておるわけですけれども、のその中でまた医師の健康確保、そしてまた長時間労働によって医療ミス、こういったものがですねやっぱりなくすということも非常に大事だというふうに思います。勤務医の確保についてでありますが、今回の法案でも医師の長時間労働対策がこれ盛り込まれておりますけれども、勤務医は平均して何年ぐらいですね同じ病院で勤めているのかお伺いしたいと思います。 鈴木政策統括官えと令和2年、賃金構造基本統計調査によりますと、一般労働者でございます医師の勤続年数は7.1年となってございます東徹君。まあちょっとあんまりもう時間がありませんが、あのまあ、非常にまあ短いという中で、やはりまあその開業費と比べたときにです、ね、やっぱり勤務医の方うが非常にまあ年収等も、 低いといととうこともよく言われますあのたまたまこれ、2019年3月の,です、ね、あの毎日新聞ですけれども、まあ、働かせすぎの勤務医、まあ、開業医との格差を正せというような報道が出ております、でえーまあ、今回の法案もそうなんです、法案なんですけれども、まあ、過労死ラインはまあ年960時間というふうにされておって、まあ、2倍近いです、ね、残業時間をこれ認めることになると。でえー、少ない 医師が多数の患者を見ている病院は多くて、若手医師を中心に長時間残業は常態化していると、残業時間を厳しく規制すると診療体制が崩れるとの懸念が現場に強いことがま背景にあるとで、病院の勤務医が不足しているのは、介護医に比べて仕事がきついのに、待遇が良くないからである、まあ、決まった時間だけ働いて往診をしない介護医は多いと。 勤務医が過労死ラインを超えて残業しても、年収はこうした会業よりもはるかに低い、専門的な医療技術を身につけた医師が病院を去るのはまあそのためだというふうなことがまあ書かれておるわけであります。であの、平均して一般病院の勤務医の年収は1500万ですけれども、会業医の費用は年収3500万程度と、これ、令和元年の医療経済実態調査報告でまあそのように出てきております。 でえーまあ、こういった開業医と勤務医のバランス、これを考え直す必要があるというふうに思いますが、あの我が国の民間の医療機関、これ、8割であることから、診療報酬の改定が一番効果を発揮すると思います。まあ、勤務医が増えるように診療報酬を見直してはどうかと考えますが、厚労省の見解を伺いたいと思います。田村厚生労働大臣 もう一概なかなか言えない、その勤務員は給与所得で、えー、まあ開業の場合はそうじゃない場合もございますし、そもそも自分がリスクを抱えて開業されて、えー、まあ上屋を建てられて、えー、医療 医療行為をされている開業医の方々もおられます、もちろん、あの親の病院を、病院というか、委員を継がれた方もおられますから、一概に言えませんが、あのいろんな形で、形態は違いますので、一概に比べられないと思いますが、ただ、まあ、言えますのは、勤務医もいろんな、例えば研修会にちょっと出ていただいていると思いますけれども、まあ、確かに開業医見ておりますと、あのまあ、通常、常勤勤務医の場合で,です、ねえー、大体960時間超が400、400 ごめんなさい4割おられると、年間でありますが、そして1860時間超も1割いるということでありますから、こういう長時間労働を是正しないことにはです、ね、確かに言われるとおりも、体が持たない一定の年齢になるとということで、じゃあ開業をしようか、親のところに戻ろうか、こういうことがあるというのは、私もよくお聞きをいたします。 でまあ、診療報酬体系を変えるというよりかは、やはりしっかりと長時間労働を是正をしていくというのが、私は一番重要ではないのかなと思いますが、まあ、そういうことをです、ね、しっかりと支援していくという意味からではです、ね、その救急等々の回数等々、こういうものにです、ね、着目しまして、診療報酬をつ、ね、けさせていただいたりでありますとか、あのまあそこまではいかないにしても、一定程度、救急医療等々対応いただいているところに関しましては、医療総合確保基金等々でですね、 対応させていただくでありますが、まあ、いろんな対応をさせていただきながらです、ね、その医療機関に対しての支援をさせていただいているということであります東徹君、まあ。なかなか大臣がそう言ってる限りはです、ね、この問題、なかなか解消されないんじゃないのかなというふうに思います。まあ、その診療報酬体系を見直しというのはです、ね、これ、ずっとこう言われてきている話でありますので、まあ、ぜひまあこれ、続けて質問させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 Remember?